お笑い芸人の加納栄光、42、が6日、自身の YouTube チャンネルを更新。1ヶ月前に熱中症となったことを告白し、未だに後遺症が残っていることを明かした。今回は、加納栄光、ブラック拘束に物申す。と題して更新され、その中で、授業中に水飲み禁止、という拘束があることが紹介された。これに加納は、 そこはちょっとおかしいね、とぽつり。続けて、ご年配の方がね、うちの頃はクーラーなんかなくて、それでもやってた、って、昔と今は温度が違うから。全然、と物申した。また、今年の夏に熱中症になって、と告白。本当にね、今ちょっと鼻声じゃないですか。一ヶ月前ぐらいに熱中症になったやつが、ちょっとまだ後遺症あるからね。 一ヶ月前の熱中症から未だに体調が万全になっていないとした。後遺症が続く状態に、本当に熱中症って怖い、と身を持って経験したこともあり、水飲ませないことは本当に良くないと思いましたね、と語った。自身が熱中症になった際は外でロケをしており、あれ、あれ、あれ、とは思って、でも本番中だからでアドレナリンも出てるし、なんとか乗り切れた、と。 無事にロケは終えたとした。だが、はい、OK、の声がかかると、ズーンってなってきて。次の日から熱が上がり、帯動かなくなり、関節痛くなり、みたいな。で、ちょっと仕事も休ませていただいて、だから結構大変でしたよ、と振り返った。